この議員連盟で、この法案を議論し、民主党、社民党、そして糸数恵子さんと一緒に参議院に提出をして、今ご存知、審議中です。で採決しないなんてありえないというかですね、まあ、反対できないけど賛成したくないというか、このでも採決しないというのはおかしくて、国会に上がった法案はしっかり議論をして、で何としても国会成立をとにかく目指したいと思っています。そのタイムリーな時にこういう会を開いていただいたことに心から感謝をいたします。ヘイトスピーチは魂の殺人ですし、なんとか止めなければなりません。そしてもう一つ、男女共同参画社会基本法や障害者差別解消基本法などいろんな基本法がありますが、やはり男女共同参画社会基本法ができれば、その後 DV 防止法ができたり、いろんな法案にこうつながっていく。ですからこの今回出した基本法案はまさに理念法、罰則の規定などないんですね。しかしこの差別、人種差別は良くないと、そのためのさまざまな仕組みを作ったり、啓発をしたり、審議会作ったり、いろいろやりましょうっていうのが、その次に必ず発展していくと思っています。でも今日勉強会に参加して、キム・ミョンさんの話を聞きながら、実はですね、女性差別撤廃委員会が複合差別について日本政府は調査せよと言っていて、実は大臣だった時も今もこのことをずっとさまざまな女性たちと取り組んできて、まだ一度も調査をしてないんです。ただ今日話を聞きながら、そうだ、私は複合差別の調査しろと言ってきたが、大元の差別の調査もやってないんだっていう、当たり前のことですけれど、ですからまず、複合差別の調査も、女性でありその人種差別を受けるということの調査もさることながら、大元の調査や実態がどうかということも含めてやはりやっていくべきだし、そのことを生むのがまず今回の人種差別、この撤廃基本法がであるというふうに思っています。まず第一歩を踏み出せば、その次さまざまな政治的な施策が打っていくことができます。女性差別だってさまざまな形で今取り組まれているわけですから、ぜひ会期末まで9月27日ですが、何としても、これが実は正直安保法制、戦争法案や派遣法の改正法案やいろんな点で、国会は非常に熱くなっているわけですが、何としても今国会法務委員会で採決、必ず可決し本会議で実現できるように一緒に力を合わせていきましょう。私もその立場で頑張ってまいります。ありがとうございます。ありがとうございます。